浜辺の小石。浜辺の小石は傷だらけ。波に現れぶつかり合って。触ってみると暖かい。傷で角が取れたから。皆さんは時々浜辺に行くことができる人となかなか行けない人とがおられることとは思いますが、天気の良い、気持ちの良い日には、ちょっとドライブしてでも、あるいは電車、バスなどに乗って行けるような浜辺があったなら、どうぞ行ってみて、そうして、裸足になって砂浜を歩いてみてください。波打ち際には小さな貝や小石などを見つけることができるでしょう。砂浜を歩ったり、あるいは少し海の水に足をつけたりして、太陽を体いっぱいに浴びるととても気持ちが良いですね。そうして砂が乾いている暖かいところに座ってみて、その辺にある小石をいくつか拾ってきて、手の中で、自分の手の中でそれらの小石をじっと見つめてみてください。そうすると、石の一つ一つに、あれこれの傷がついているのがわかるでしょう。でも、その一つ一つの石を、ゆっくりと手の中で動かして、愛おしむように触ってみますと、太陽を浴びて、温かみがあるということにも気づくでしょう。いくつもの傷があっても、その傷を指で撫でてみますと、丸みがあるんですね。傷があるにもかかわらず、角が取れていて、丸みがあって、温かくて、なんとも、柔らかいなという感じを受けるんですね。それは、波に何度も何度も揉まれて、石、貝殻など同士がぶつかり合って、だん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 、角が取れて、まろやかになっているからなんですね。私たちの人生も、また、貝殻や小石のように、波に打たれて、揉まれて、小石同士が、人間同士がぶつかり合って、生きているようなものですね。しかし、人間同士のぶつかり合いというのは、浜辺の小石のように、まろやかさのある傷になることは少なくて、トゲトゲしい傷を作る場合が多いんですね。それでぶつかり合って、ぶつかり合って、お互いにトゲトゲしくなって、触れ合うと痛いなぁというような角がいくつもできてしまうんですね。でも中にはそういう痛い目に遭うことによって、自分が痛いなら他の人も痛いんだろうという思いやりを持つ人たちも出てきて、そうして人の心の痛みをよく理解して優しい心の持ち主になる人たちも少なからずおられるんですね。少なからずと
言いたいところですが、少なからず結構いるというよりも少ないといった方が事実かもしれません。そのような人と出会うと触れ合うと、自分の心のトゲトゲしさ、角も少し取れて丸くなりますね。いつでもそのような人、あるいは人たちと触れ合っていると、種に交われば赤くなるんでして、だんだんと自分もまろやかに人の心の痛みのわかる人間になってくるわけです。例えば、ティク・ナト・ハン先生とか、マハー・ゴーシャー・ナンダ先生とか、エーク・ナト・イシュワラン先生とか、そのようなまろやかな聖者方といつも接していると、あるいは彼らの教えに自分の心でいつも触れ合っていますと、だんだんと自分の心の傷とかトゲトゲしさとか角が取れてきて丸くなってくるわけですね。私たちはいろいろな聖賢方にそのような心のぬくもり、温かさ、愛情というものを学ぶことができますし、また浜辺の小石なんかを見てもどのように生きていったらいいかということを学ぶことはできるわけですね。浜辺の小石は傷だらけ、波に現れぶつかり合って触ってみると温かい。このような一人の人間として生きるならば、人生の大会の人間は傷だらけ。でも、人生の波に現れ、人とぶつかり合って傷ついて、人の心の痛みが分かったから、愛されるよりも愛することを、傷つけるよりもその傷を癒してあげることを学んだから、触れてみると温かい。いつでも傷ついた人の心を癒してくれる。冷たい心の人を温かく包んでくれる。そんな優しい人たちがおられる。私の心もそんなぬくもりのある優しい心に触れて、自分の心も浜辺の小石が傷ついていても、お日様を浴びて暖かいように、私の傷ついた心も全体生命とその各地者の愛に触れて、暖かい暖かいぬくもりを保っていこう。その温かみ、ぬくもり、優しさが私と出会うすべての人々に伝わりますように。どうぞ私を平和の使者としてお使いください。愛の使者としてお使いください。そのような祈りを私はある時浜辺の小石から学んだことでした。